はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回はバレンタインの情報が出たということで、それお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速見ていくんですが、なんか更新見た時に18時より前になんか情報出てたんだけど全然気づいてなかったです。はい、ということで、早速やっていくんですが、まず一つ目こっちですね、バレンタイン2022年開催直前キャンペーンということで、まあバレンタイン、2022を開催するに合わせまして直前キャンペーンしますよっていういつも通りのやつがあるという形です。はい、まず一つ目、特別ログインボーナスということで、7回ログインすることによって銀と、金の果実と石かが2個3個、入手できるという形になっております。まあ、これに関しては毎日ログインすることで、まあ、入手できるという形になっているんで、大切にもらっておきましょう。はい、リンゴの価値とかは上がってるんでね、ガンガンもらっておけば OK、 毎日ログインに関してしておけば OK という形です。で次、マスターミッション限定で、マスターミッションに限定ミッション追加ということで、日ごとに追加されていくミッションをクリアしてカルデアの夢人、星見のティーポットなどのアイテムをゲットしましょうということで、これすっげーいいね。もうすでにあれなんか夢人は、あ、なるほどね、1から20のすべてのミッションをクリアすると夢人が入手できて、で、それ以外のティーポットとかは1から3クリアせよみたいなのがいずれかあるっていう形か。なるほどね。まあミッションに関してはまあいろいろあるのかな。セイバーのクラス1期以上とか、人の力を持つサーバント1期以上、ローマの特性を持つサーバント1期以上クリアせよ。カエサル？ネロってことか。そうだね、嫁ネロが確か人と、セイバーとローマ特性持ってるっていうことは、まあこれ以降のやつかに関してもピックアップされているサーバントがメインで出ていくっていう感じになるのかな。まあこれに関してはまあとりあえず、期間としては23日までね、ミッション開放されているという形になっているんで、まあそれまでに終わらせるというのでいいんじゃないかなと思います。まあ急いでやる必要は正直なところないかなっていう感じかな。まあただやっぱりね、夢人ティーポット入手できるということで結構美味しそうな感じがするから、ミッションクリアできる方に関してはガンガンクリアしておいた方がいいかなと思います。あ、ただティーポットの使用期間が、2月28日までという形になってるんで、今月いっぱいまでっていう形だから、そこだけがちょっと注意必要なのかなっていう感じかな。まあただバレンタインで確かロックオンチョコがあるので、まあそれで絆揚げとかで使ってあげるとかでいいんじゃないかなと思います。まあ自分は多分それで使うかな。はい、ということでまあいろいろあるんですが、ティーポットとか星ごたねびとかホッサンフォークン、まあある程度いろいろ入手できるんで美味しそうかなっていう感じかな。メインはやっぱりティーポットと夢瓶になるのかなとか思ったりしております。で次、期間限定で関連サーバントの強化大成功、極大成功2倍にということで、まあバレンタインか、バレンタインに関連しているキャラクターが基本ここで、まあ強化、成功率が上がっているという形になっています。なのでまあまだ強化してないよっていう方に関しては今のうちに育成しておくというのでいいんじゃないかなと思います。まああとはガチャがあるのでね、そのガチャ引いてまあ出たということで、まあそれ育成するっていうのもありかなと思います。期間としては2月9日までということで、まあ1週間だけ短いっていう感じかな。はい、で、期間限定で関連サーバントの強化クエスト2分の1と書いているんですが、まあネロブライト、メドゥーサのランサー、セミラミス、謎ヒロエックスオルタが一応今回強化対象となっているんで、まあまだ終わってないよっていう方はやっておけば OK かな。であとは幕愛の物語も2分の1にということで、まあここに書いてあるキャラクターが2分の1になっているんで、まあ今のうちに育成しておく、まあもしくは、強化しておくというのでいいんじゃないかなと思います。で次、先行情報ということで、バレンタイン2022期間中においてなんかイベントボーナス入れるよってやつですね。まあこれに関してはまあ数は少なめかな。ネロの、嫁ネロ清少納言、ランサーのメドゥーサ、ジャガーマン、シキブさん、セミラミス、謎ヒロエックスオルタ、カレン、アストライアがいるという形ですね。はい、あれメドゥーサのランサーとかジャガーマンとかって入ってたっけ昔。なんかあんまり印象ないけど、もしかしたら今回何かあるのかもしれないね。
なんか一部7章組がいるかもしれないから、そこら辺のキャラクターと関連するやつがもしかしたらピックアップされるのかな、まあちょっと楽しみかなとか思ったりしております。まあただ基本はね、限定のキャラクターがめちゃくちゃ多いという形になってるんで、まああんまりこれに関しては気にせずにっていうのでいいんじゃないかなと思います。で次、バレンタイン2022開幕直前ピックアップということで、これ見ていきましょう。はい、2月2日から2月9日の12時59分まで、いろんなサーバントが、というかバレンタインの、サーバントがピックアップされるよという形になっています。で今回5機のサーバントがピックアップするっていう、やばいね。嫁ヌロ清少納言、紫式部のキャスターセミラミス、謎のヒロインXオルタが、ピックアップするという形になっております。はい、カレンがハブられているんですが、まあこれは多分後々にピックアップが来るっていうことなんだろうねっていうことを期待しつつ、まあ今回このピックアップがあるよという形になっています。で今回なんですが、概念霊装の方が、概念霊装の方もピックアップされているっていう形かな。はい、でまあ、5種類の召喚ごとにピックアップしますよって書いてるね。2016年、17年、18年、19年、20年ということで、あれ17年だけ3つあったっけ、なんかあんまり記憶ないんだけど、まあそこら辺があるよという形になっております。で、まず嫁ネロなんですが、2月2日から2月4日までということで、まあ今日入れたら実質3日間のピックアップかな。うん、まあって言ってもまあ今日入れなかったら実質2日間しかないみたいな形になっているんで、あけどそのこと考えたらあれか、24時間の、48時間の、いや違う、2日のピックアップか、すいません勘違いしてました、2日間のピックアップだけとなっているんで相当短いんですが、まあもし欲しいなと思う方に関しては今のうちに引いておいた方がいいかなと思います。でネロに関しては2016年と嫁ネロ、謎ヒロに関しては2017年と、えっちゃんと、で18、19、20ということで、まあ基本その年のピックアップのキャラクターが、その概念霊装でピックアップ来るよという形になっております。はい、まあこれに関してはまあ過去のバレンタインイベントと一緒という形になってるんで、まあ特に気にする必要はないかなと思います。はい、でまあスケジュール表っていうのでいろいろ書いているんですが、まあすごいね、3日間、まあ2日間をポンポンポン、48時間ポンポンポンって入れてきているという形になっているんで、まあ本当に欲しいなと思う方に関してはまあ早めに引いておかないとっていう感じかな。ただまあやっぱりなんだろう、複合ピックっていうのがもうこの時点でなくなっているってことを考えた際に、まあもしかしたらな1年以内とかにワンチャン単独ピックまた2日間ぐらい復刻来る可能性っていうのもあったりするんで、まあそこら辺に関しては自分の考えと相談しつつ、引いていくっていう形になるのかな。ただ清少納言だけ3日間あるのか、うーん、なるほどね。あ、ご飯が炊けましたということで、まあいろいろ確定召喚とかあるんですが、まあいつも通りありますよという形になっております。はい、でまあ各クラスサーバントの紹介なんですが、まあここら辺のガチャに関してはね、後々また違う動画であげようかなと思ってるんで、気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。でまあ一応ここなんかタッチして詳細がおおこういう感じで見れるようになってるんで、もし欲しいなと思う概念レースあったらここ見て、お話しするっていうのもありかもしんないね。まあただそこら辺も後々にお話ししていきましょう。違う動画でのお話っていう感じかな。はい、ということで、情報としては、そこら辺かな。うん、でまあ一応昨日ね、ラセングルの設立かなんかで石10個配布みたいなのがあったんですが、まあそれがある程度みたいな形になってるんで、まあそのことを考えた際、バレンタインの情報が出るまで、まあまた今週も虚無祈願なんかなっていう感じかな。うーん、まあそこら辺はしゃあなかったりするんですが、まあね、まだやってないよっていう方に関してはとりあえずまあバレンタインに備えていろいろ我慢、まあ石貯めるなり何らかしらするというのでいいんじゃないかなと思います。自分は、フリクエで、火薬を集めておこうかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。
ハハハハ。